さあそれでは続きをやっていこうと思います。西部警察の RS1 でございます。アシェットさんから出てるやつですね。さあ頑張って作っていくぜ。まあ頑張るほどでもないですけれど、楽しんで作っていくぜいやーで今回ですね、リアサイドバンパーと遮熱板の取り付けってやつですね。さあ早速やっていきましょう。で今回のキットは、キットじゃない、中身はこちらになります。どうでしょう、ガレレレレとガレレレレ、おっとほとんど金属、金属音がすごかった、ちょっとびっくり。これが金属ですね、これも金属、これはフラ、これはネジですね。さあ早速やっていきましょうということで、もうちょっと大きくて大きくて大変な状態になってるんですけれど、壊れる壊れる、ちょっとまだやっぱりね、やぐいんでね、気をつけて持ってやっていこうかな。今回この前の方じゃなく後ろの方ですね。いや、やぐいって言わない、弱いこと、弱いとかちょっともろかったりするとさ、いやちょっとこれやぐいぞ言わね、やぐいやぐいぞ、やいやい、一体どんなテンションだけど、疲れてんのかな、疲れてやぐいぞ、年寄りか、ここにこうつける感じですね。でこれもこう、結構これがやっぱり金属でできてるから、今ね正直言ってこう持った時にここはねやぐかったんで、ちょっとこうグイグイとしちゃってね、重さがさ、こっちがだいぶ重くなってきたから、それをこれでね、リアサイドバンパーじゃない、バンパーじゃないよ、そうそうそう、リアサイドメンバーの取り付けですね。メンバーってあんまりわかんねえな、メンバー、ここにメンバーがつきます。でこれをこのネジで止めちゃうよっていうやつですね。丁寧にハサミで開ける、だけど机の上には散乱させる、よいしょ。でこれをネジで、ネジでじゃないや、ドライバーで止める。ドライバーにちゃんと合うやつをね探してね、こうやってちゃんと入れてやろうね。いつも言うけどね、しっかり合ったやつでやらないとバカになっちゃうからね。このネジのここの山がね欠けちゃったりとかね、これしかなかった。でこれをちょっと両方一気につけてやるとあれなので、ここにつけて、てか今何気にさ35と36両方出していったけどさ、時間間に合うかよ。じゃあこれが結構パタパタする、これフライシャフトが、フライシャフト、プロペラシャフト、これをここにつけますよと、クイクイクイと。これでも、あはちょっとでかい、でかいよ。あ今映ってなかったかな、あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、入んないな、今持ってる大きいドライバー。じゃあ今つけますって聞いてさ、今カメラ映ってなかったと思うんだよね、映ってなかったよね多分ね。これね、ここね、ちょっとカメラ見ながらやってる余裕が大きさ的にない。まあ全部一気に入れずにね、ちょっと少しずつ少しずつ入れて、ほんで最後に本締めしていくっていう感じですね。これがつくことによって結構丈夫くなってくるね。いやそうじゃなくて、なんか喋れよってね、なんか喋ることね。そうね、いや最近さ、飯って言っちゃうかね、言葉が悪いよ、鍋さん、お食事をたくさん食べるんですよいやご飯ね、なんか最近ね、なんだろうね、めちゃめちゃご飯食べるの、デブまっしぐらっすよ、もうお腹出てきちゃってさ、なんかね結構まあいいことだよね、ご飯がいっぱい食べれるってね。いやもうなんか食事も喉を通らないとかいう状態にな、そう思えばさすごくいいことなんだけど、すみませんね、すっごいやりづらい、
でかくて、でかくてって普通にね作業される方はねいいんですよ。私の場合カメラ意識しないといけないんでね。そう、ご飯をねめちゃめちゃ食べるのおかげでさ、すごい太っちゃってさ、どうなんだろうか。多分ね顔はもう限界だから、顔にはもうこれ以上出ないと思うんだよね。ただね体型に出るんだよね。やばいね、手が痛いね。よいしょ、バネ指は治ってないね。痛い。ちゃんとしたドライバーを用意しててやりましょう皆さんは。じゃあだったらこれ使えばいいじゃんってね。あ、よいしょ、付属してたやつね。お、何これ、すごい効くんですけど。最初からこれでやればよかった、全然手痛くない。さすが付属品、付属ドライバーだね、完璧だね。ほらクッと入るの、全然あんなに指でさぐい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 頑張ってたのがアホみたい。お前はやめだ、ほい、捨てやしないけど。はい、反対側続けようね。ご飯がね美味しいことはいいことだね、本当にいいことだ。美味しくご飯が食べれるっていうことは健康な証拠だね。いやね、だけどね、チーター気にしろっていう話なんだけどね。お前やべえぜマジで、あの食べ過ぎでついてお腹やばくねっつって。ダメだよ、あの皆さん、あのね近々展示会やる予定だけど、その時鍋さんのお腹見ちゃ、見て見ぬふりしてあげる優しさを持ってねって言うと絶対みんな言うよ、ちょっと頑張って痩せなきゃかといって、じゃあ腹筋するかって言うとさ、最近の何がいけないってさ、食べて寝るの、疲れちゃって、あ食べたって言って。じゃあだってさ、これ分かる人には分かると思うけどさ、家帰ります、洗濯物回します、ご飯作ります、でご飯作ってる間に洗濯機が止まります、洗濯物干します、ご飯食べます、ご飯食べました、洗い物しますって。あ、その前に聞いたのお世話があったね、聞いたのね、あのしっかりね、キャニ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 ャ、あおつゆが飛んだすいません、あのニャ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 言ってくるんでね、はいはいご飯ですよ、はい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 つってね、ご飯用意したりとかね、あのトイレの始末したりとかね、どこおそそしてないかなとかさ、でやってるとさ、やっぱねもう疲れるの、仕事から帰った後にもう一仕事だから。まあ買い物なんかあった時にはもっと最悪だけどね。そう、本当にお買い物行かないといけないんだけどさ、お買い物行ってないんで。お買い物って薬局の方ね、薬局行かないといけないんだよね。シャンプーがなくなっちゃって、ねえ、ナベさん頭洗ってないの？いや、違うんですよ。じゃあ、手アップで見たかねえよってね。あの、ちょっと待ってね。なんかさ、よくあるじゃない、トラベル用のシャンプーとか、それが余ってたからさ、あ、それ使おうとか思って、今それで使ってんだけど、まあ、それがなくなったら、それこそ本当もう頭洗えなくなっちゃうからさ、ちょっと早く薬局に行かないといけないんだけど。そうそう、薬局お買い物行かなくっちゃ、頭洗わないと汚いからね。まあ頭だけじゃないけど。はい、できました。結構大変だったな。でも本当この付属されてるドライバーめっちゃ使いやすいな、いいな。はい、次。まあやってるとね、ご飯食べました、お腹いっぱいになりましたって言ったら、ね、もう寝ちゃうのよ、やっぱりお腹いっぱいで。もう寝ちゃうというか、もう寝たいっていう気持ちがね、ほんで一眠りするんですよね。それがデブの元でございますね。洗い物とかさ、ちゃんとやらないとさ、後できついじゃん。まさかのこれはめるだけ、事後頑張れってやつか。ここにこれをはめる。え、ちょっと待って、これ接着しますって書いてるぞ。マジか、接着するんかい、接着するんかい。だけどどこに接着、あ、書いてた、どこに接着剤を塗るかまでしっかり丁寧に書いてる。これをここに、あ、映ってる、カメラ映ってるね、姫様ね。私の場合は姫様だけど、これひょっとすると姫様じゃなくてもあれでいいかもしれない。あのだけど流し込み使えないからな、こういう流し込む場所がないからさ。でこれをここにペタンと、あ、くっついた、よし、
くっついた字が充填されたっていう言い方が正しいのかな。でこれもここにすげえね直接付け、ね、そうすると寝ちゃうじゃない、人間ですから、ね、サイボーグじゃないからさ。で寝て、まあ、1時間ぐらい寝るんですけど、1時間だな、あんまり寝ないときは寝ないんだけどね。ちょっと今度これね、どこに塗るって、今度変わったとこ塗るぞ。どこ、ここに伸びてるここの部分、へえ、ここの部分に塗る。ほいほいほい、あ出なくなってきた。新しい姫様かあったかな、あ、あった。ちゃんとね、古い付き合いの方はねご存知かと思うんですけど、ナベさん、よく使うものはね絶対ストックを持つタイプの、ストックを持つスタイルなので、こんなもんかな。でこれをつける。もう今日なんかだとあれだったな、あー疲れた、横になろうって言って、まあもちろん結局横には、なんどこにつけるな、これは穴か、横にはならずに椅子に座ったまま寝てた。ね、メンバーさんがね買ってくれ、ちょ買ってくれたというか買うかか、出資してくれたね椅子、ゲーミングチェアね、それで寝れるんですよ。それでなんか仮眠取るぐらいならちょうどいいんですよね。ということでね、ちょっと話飛びなんだけど、35巻終わりです、終了。次36いきます。36巻、で36巻何やるのと言いますと、エキゾーストパイプの取り付けって書いてありますね。こんな感じです。でエキゾーストパイプ、エキゾーストパイプの取り付けをねやっていきますか。そうだからね、そろそろでもこのゲーミングチェアをねメンテナンスしようかなと思って、やっぱりねレザー、まあ本革なんていうのはね高くてもう全然あれだけど、まあ大体こういうのってレザーじゃないですか。でレザーの手入れ用のスプレーっていうのを持ってるんで、半年に1回ぐらい、まあ1年に1回って言われたかな、やるといいですよとか言われて、それをそろそろやろうかなって。とりあえず一発目、まだ買ってから一回も塗ってないからさ、それやると表面が劣化しにくいみたいな風になるらしいんですよ。なんでやっぱりそういうのはしっかりやらないと、ね、せっかくねメンバーさんが買ってくださったというかね、出資してくださったんでね、これ大事に使わないとバチが当たるわって。あれどれだろう、これか、すげえ気に入ってるもん、マジで。ゲーミングチェアを買おうかどうしようか悩んでる方がもしいらしたら絶対買った方がいいですね。まあそれね、無理して買うもんじゃないけどね、買おうと思って貯めてたんだけど、でもどうしようかな、本当に買おうかなっていうね、ナベさんみたいなスタイルの人は買った方がいいです。だったら買った方がいいです。買って後悔はしないと思いますよ。ただやっぱね、選ぶべき点っていうのはしっかりね見て検討した方がいいと思う。どこを見るのっていう風になると結構ね、ちょっとこれをここにつけて裏から止める、これ裏返したりが大変なんだよ、さっきから。ちょっと待ってました、危ねえ。ああそうか、あ大丈夫か、デコプリちゃんとくっついてくれてるよね。そうか、この接着剤をつけてその間1週間止めね、ちゃんと何接着剤と乾かしてくださいねっていうスタイルだったのか。アームのところ、まずアームレスがついてますよ、アームレストっていうのがついてますよっていうのも大事。よし、はい、次はこれの組み立てか。でそのアームレストっていうの、アームね、肘置きとかそういうところが、なんていうのかな、クッションになってるか硬いものになってるかっていうのでも結構大きく違ってくるんだよね。クッションになってるやつの方がやっぱりね、腕置くときに肘がさ痛いから、
柔らかいクッションになってるやつがいいですね。あとなんかあるかな。あとあのリクライニングが効くのがあるんだけど、あれね180度動くとかね、いうのはね結構ね聞いた話によると180度まで倒して横になると後ろに倒れるなんていう話も聞くから、ちょっとねその辺はね気をつけた方がいいかもしれない。だから180度もね動く必要はないと思うんだよね。むちゅ飛んだ飛んだ、わかんない。あとポイントあるかな。あの背中にねマッサージ的なバイブレーションがついてるっていうやつがあるんですよ。あれ使わないですね。あの最初おおいいねとかって思っとったけど、その時だけ。結構やっぱりね充電式じゃなくて線が出てるから邪魔になっちゃうから結果的に使わないんだよ。で手元でオンオフのスイッチがどうも自分のやつはついてないし、じゃあついてれば使うかって言えばね使わないですね。あれなくてもいいっす。心地よい、いや別にそうでもないなっていう感じかな。ボルト頭部ネジ部、ネジ部が内側に行くよ。ネジ部ボルト頭部が外側、ボルト頭部が外側、ボルト頭部がこっちは、ボルト頭部がこっち側に来るわけか。うん？違うのかこれ。こっちか。ボルト頭部が今度こっちからで言えばこっち側。入った。でこっちの場合ボルト頭部がこっち側。なかなか細かい設定になってますね。こっちが入りづらいんだよ。いいよ、入った。こういうねボルト、あ、ちょっと待って、バッテリーがないって言われちゃった。ボルト頭部こういう感じ、これで OK で、この形のままこれをこれをここに、ボルト頭部がこっち側向いて、これをこっち側にこうつける、こうと。でこれでまた裏からネジで止めると。まあでも本当に結構そのぐらいのポイントかなと思うんだよね、このゲーミングチェア買うときに。あとフットレスだね。フットレスっていうの、足置きがこう下からミヨーンって出るやつがあるの。それはね絶対あった方がいい。仮眠取る人は絶対あった方がいい。今仮眠取らねえよって言って言う人は全然いいんだけど、今映ってた、映ってないよね、すいませんね。ただこれ止めただけです。はい、次。ちょっと待って、どれかわかんない。36の3、36の3ってどれ。36の3、これか、これだ。これをここにこうつける。でこれもまたネジで締めると。でもね仮眠取るときにね足がねニョンって出るやつはねいいのよ。そこに足を置けるから。結構普段から実はね足元にねそういう足置き用のちっちゃい椅子がね置いてあるんだよね、自分の今この足の足元にね。それに足を置いてね、なんかこうパソコン操作、パソコンというか動画編集とかやってるんだけど、ただ仮眠には向いてないから、そういう足がねミョンって出るやつはいいですね。一回そのゲーミングチェアにねハマっちゃうとねもう絶対やめれない。今からね普通の椅子にじゃあね変えなさいって言われて、やだそんなのっていう風になっちゃうぐらいだね。なんかそういうパソコン周辺もの最近いろいろねやっぱりあって出てるけどさ、
やっぱりなんかあれだね、結構いいの多いね。ああ、よかったって思うような。プロゲーマーとか増えてるからね。ゲームね、一生懸命やる人多いからさ、今時代的に。なんかパソコン用クロスみたいな、なんか下に引くやつがあるみたいだね。その上にあのあれを置いてみたいなさ、そのこれどこにつける、これこことかん違う。あ、ごめんね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 。ここか、ちょ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 、ここか、ここか。なんかキーボードの下になんか置くみたいなのとかさ、まあなんか最近見せるパソコン多いからね、なんか誰に見せるんだろう、そんな家の中でって思うんだけどさ、綺麗に光るパソコンとかね、すごいね。ね、そのだからあの、よいしょ、ちょっと待って、ね、結構必死。よいしょ、ついた。ね、ゲーミングチェアもそうだけどさ、言ってみれば。で、つけました。で、最後のパイプがこれか。長いシャフトはまだ結局使わないんだ。今回はこの、これは使わないんだね。これ何に使うのか分かんないけど。で、これを最後ここにつけて終わりと。こうじゃないの、こうだね。いやでも本当ゲーミングチェアはいいよ、マジでいい。悩んでる方はおすすめです。すいません、ちょっと裏から見えない。あ、ごめんなさい、もういやだ、汚い机が映ってしまう。で、こうやってキュッとつけてね。よし、OK。はい、ということでエキゾーストができましたと。ちょっとずれてるような気もするけど、これいいのか。なんだかんだこれで抑え込んじゃうから、ここのパネルも良かったね。ちょっとこう隙間があるのが気になるけど、まあいいか。よし、ということで、やっぱりこれ画像的にこれ余ってるみたいですね、今回は。これ大切に保管しておきましょう。ということで、今回こんな感じなんですけど、どうでしょうか。いや、いいね、かっこよくなってきたね、どんどん後ろもほぼ出来上がってきて、で、またこれ後ろのね、足回りとかいろいろ出てくるのかな。事後のことは書いてないので何があるかわかんないですけれどね、また届いたらね、次々やっていこうかなと思います。よし、ということで今回ね、35巻と36巻でございました。ではまたね、届き次第ね、進めていこうかなと思いますのでね、見ていただけたらと思います。商品に対する、関する詳細は下の概要欄にありますので、ね、ぜひチェックしてみてください。結構やっぱりね、面白いです。今やってるね、三浦とかもそういうのもあるんですけど、やっぱりちょっとこういうね、日本の、ちょっとね、古い車っていうのもね、こういうね、構造がしっかり見えて、なかなか見る機会はないのでね、楽しいところの一つでもあるんじゃないかなと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。